ラーバスこんにちは。今日は8月の18日です。今日の動画ではもうね、9月場所があとまあ1ヶ月切った状態になってきたんだけど、チケットの発売もしてないし、そもそも開催がどうなのかみたいなこともね、まだ発表されてないんで、まあ、どうなんだろうなと思って、そのことについて、まあ、自分の思うことも含めてお話したいと思います。まず最近出たニュースで、大相撲協会の柴田山親方が場所が終わってお相撲さんたちの外出についてね、ちょっとこう緩和してあげたよみたいなニュースが以前になってたんだけど、それをもう一回引き締めるよみたいなニュースが出てました。でまあそれは本場所9月場所を開催するために必要なことかもしれないし、まあコロナのね感染者の数がどんどん増えてきてるってこともあるから、まあそこで大相撲協会としてもちょっとこう引き締めようっていう気持ちが現れてるのかもしれないんだけど、どうやら聞いた話によるとそこまで厳しくないみたいです。でまあその何を根拠に厳しくないかって言ってるかっていうと、まあこれはいただいた画像なんで、まあ表には出せないんですけど、ダメな項目とやっていい項目っていうのが分かれてて、全部でね、こう14個かな ?14 個ぐらいの項目に分かれてて、ダメな項目は3つだけになって、それ以外は、まあ、OK ってことになってました。まあ、ざっくり言うと、実家への帰省だったりとか、スカウトや講演会との会食、そしてホテル、旅館への宿泊については禁止をしています。ただし、それ以外の家族との食事、同部屋所属力士との外食、それから飲食なしの会合、牛丼、ラーメン、カレー店など、なんてなんだろう、これファストフードだからなのかな。それからショッピングとかスーパー、サウナ、そんなところは OK になってます。でスポーツ観戦なども OK、 東京ディズニーランドなどのアミューズメントも OK、 治療のための整体、それから映画館、ゴルフ以上は OK となっています。でただし、まあ、推奨するものではなくて可能な限り行動してくださいよみたいな話になっていて、8月31日から場所中については別途、そのどれぐらい厳しく規制するのかみたいなことについてはまた別でお知らせしますよということになってますが、ひとまず8月の末まで、8月中についてはこういう行動で行ってくださいねみたいなことが通達が出たようです。でまあそのどの程度までとかってことはまあそこまで大きな問題じゃないんだけど、実際場所が終わってからお相撲さんの中にもコロナ感染者の人が出たっていうニュースは出てたんだけど、そのじゃあこれから本場所までの間にコロナの感染した人が出たら、じゃあ本場所をまた中止になっちゃうのかみたいなことだったりとか、じゃあ何人出たらどうなのかとか、ぶつかり稽古は、それから他の出稽古はとかってね、その辺のことも全然まだ未定で何にも分かんないから、僕からするともう出たとしても、まあ、感染者を増やさないような開催の方法でいいんじゃないのかなっていうふうに思うし、もう中止っていうことはもうほぼ考えてないです、僕はね。だからなるべく開催するにあたって感染者が少なくなるように、感染したとしてもね、できれば感染者はゼロにしたい、まあ、そういう形で開催するっていうのが、まあ、これからの新しいコロナと、まあ、一緒にね生活していく中でのスタイルの一つなんじゃないのかなっていうふうに思ってます。じゃあそうなると観客は何人入れたらいいんだ、いつも通り満員御礼にしていいのかとか、この間みたいに2500人にした方がいいのかっていうことは、まあ協会が決めることだと思うんですけど、僕自身は全然普通に入れていいと思ってます。まあいっぱいの中でね感染するのは嫌だなって思う人がいるんだったら、それはその人は今回はちょっとテレビ観戦だったりアベマ放送さんを見て、まあ観戦するっていう方法を選べばいいと思うし、まあ気をつけながら観戦したいなっていう人は会場に行けばいいんじゃないかな、館内に行けばいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。で会場の中での声援の方法とかについては、僕自身はね先場所を実際に現場で見てみて、意外と声援なしでのね応援っていうの、観戦っていうのがすごく雰囲気があって好きでした。だから僕はどっちかっていうと、これはねコロナと関係なく声援なしで見る、まあ本当多少のおしゃべりはいいけど、館内ではまあまあマスクしながら、で飲食はねちょっと認めてあげてほしいなと思うのはもう僕の心情です。これはコロナがどうとかじゃなくて、僕の個人的な感情としては飲食 OK、 1000円での応援はなしで、まあ隣同士の人と軽くしゃべるぐらいは OK、 まあ大声はなし、雰囲気がねいいからその方がというふうに僕は思っています。なんでね、まあこれは僕の思いと実際コロナ対策でどういうふうにするかっていうのはわからないんですけども、僕としてはそういうふうに9月場所やってくれたらめちゃくちゃ嬉しいなっていうふうに思っています。そして最後に、大相撲のチケットっていうのはいつも例えば9月場所だったら7月場所に入ってからすぐに先行発売があって、でそれが終わってからも一般発売があって、もう大体ね本当に早い段階でチケットの当選とか決まっている状態なんですけど、9月場所については今もまだチケットの販売、まあ、開催するかどうか分かってない状態だからね。だからチケットまだ発売してないんだよね。でそれはいつ売ってくれんのって思うわけですよ。こっちはもうめちゃくちゃ見に行く気満々だから。でそれはまあ本当チケット発売が決定してからやるしかないんだけど、またね前回みたいに、まあ、年配の方とかがインターネット使えない人がね相撲は見に行きたいんだけどチケット制度で買ったことないよっていう人はまた苦労するんじゃないのかなっていうふうに思います。でまあそうやってねネットで買った方がその追跡ができるんじゃないのかっていうふうに考える人もいると思うんですけど、実際はねその館内の中でも見
んな移動しますし、そのまあ正直な話言うと、勝った席にねずっといるかっていうと、まあちょっと好きな力士が来た時には花道のね近くまで行って写真を撮ったりとかね、そういうこともやってらっしゃる方いらっしゃるんで、まあ本当追跡ができるのか、そのコロナになった人がチケットでインターネットで買ったからそっちの方が追跡ができるからっていう風な見方もあるし、窓口でね買いたいっていう人のお客さんの、まあ、気持ちをちょっとね無限にしちゃってるっていう見方もあると思うし、まあこの辺はまあ本当にさっきも言った通り協会が決めることなんですけど、僕としてはなるべく均等にねインターネットと普通の窓口と、まあ、電話と、まあ、少しずつはね用意してあげてほしいなっていうのが僕の気持ちです。最後に9月場所についてね、まあ、どんなことを思ってるかって言えば、もう間違いなくやってほしい、やってほしいし観客も入れてほしい、ただ声援はなくていい、これはもう僕の感情です。でお酒はちょっと売ってほしい、でお弁当はいらない、はい、まあ、そんな感じですか。人数制限も、まあ、なくていいけど空いてる方が気持ちがいいっていう感じですかね。おそらくね相撲協会の方も9月場所は開催する方向で進んでいるとは思うんですけども、コロナのね数も大きくは増えてないけど減ってもいないという状況で、まあ重症化する人も少なくはなってきてるんだけど、それでもね芸能人だったりとかスポーツ選手にもいっぱいこう感染してる人が増えてきてる中で、まあ、9月場所の開催がどうなるのかっていうのは本当に注目でもあるし、僕自身がめちゃくちゃドキドキしてます。もしもね、チケット関係のことで何か情報を持ってる方がいらっしゃいましたら、ツイッターなりこの動画のコメント欄に書いてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。9月場所もおそらく、15日全部は厳しいかもしれないけど、どうかな、10日ぐらい行きたいなというふうに思ってますんで、ぜひねまた会場でこんなことを見てきてくださいとか、会場の近くでこんなおすすめのお店がありますよなんていう人は、そんなことも動画のコメント欄に書いてくれると嬉しいなと思っています。今日は9月場所に向けての僕の思いと、こんな風にやってほしいななんてことをお話しさせてもらいましたが、皆さんも自分の好きな力士さんの状況だったりとか、こんなところに注目してますよとか、こんな力士さんが今場所ね注目ですよなんてことがあれば、いろいろと教えてもらえると嬉しいなと思います。またね本場所中はライブやりたいなと思っているので、ぜひそちらの方もご参加してもらえると嬉しいと思ってます。ということで今日は9月場所について僕が思うことでした。ピソ。